カービンは業務用音響機器やアンプ、ギター、ベースを製造するアメリカ合衆国カリフォルニア州の楽器メーカー。ローウェル・キースセルが1946年にピックアップやアンプ、業務用音響機器などを製造する LC ・キースセル・カンパニーを創業する。1948年からアメリカ国内のフェンダーやマーティン、カール・ヘフナーなどの卸売を開始し、 自社のピックアップを搭載したカール・ヘフナー製ボディやネックを組み立てたギターの販売も始める。1949年にボールドウィン市に本社を移転したのを機にカービンと社名を改名する。1975年エスコンディード市に木材加工や楽器製造も行える大規模工場を建設し自社の楽器ブランドを設立する。1995年に サンディエゴ市に工場を新設し本社も移転する。2015年には、子会社として新たに、キースセルギターズが設立され、カービンのギターベース部門が移設された。キースセルギターズでは、カービンとキースセルの両ブランドが使用される。2017年10月9日、カービンオーディオは、サンディエゴ工場を閉鎖することを発表、70年以上に渡る歴史に幕を下ろした。 ありがとうございます。